どうもボボビーやトレザーのボビーーートレのです、ね、え今日は、ね、ちょっと時間があ押しましたけど、えー、12月12日1212、ね、12のお土曜日ですね102回目のお配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボボビビーーーアトレザのです今日もですねボビーアトレーザーの大阪のボアトリエからですねライブでお届けしておりますねえー、今現在はもう2時半ぐらいですかねいつもまあ大体正午ぐらいにねやってるんですけど、まあ、もう今日は土曜日のね緩い時間でということでまあ午前中はですねちょっとおーズームに参加してましてね、えー、刺激をもらってたんですけどねうんうん えまあそういう学びの時間もおね使いながら <うん S 1> でえまああといろいろやってましてでまあえですね今日は結構ねもう大阪はですねえ曇り空でねえ冷えてます <laughs> ええ感じえ感じまあうんでね皆さんのお過ごしの地域はいかがですかねうんねもうあのおね 寒暖差がぐっと、ね、下がりおるからね、えー、<laughs> くれぐれもねあの無理のなさらないようにということでねえー、そう昨日はまあ7話だっけなあねレーザーの革ジャンの制作のね教科書っていうことでね えー、お話ししさせていたただきました、ねえーまあ、僕のやってるようなあ、ね、作品作りっていうかそういうのはもうほとんどセオリーっていうかねあの教科書がないような感じでね革細工のテキストとかああいう書籍にも <laughs> 載らないような、ね、作り方とか、えー、そういうのをね、えー、やってるのでもう試行錯誤しながらいう感じでね、えー、そういうお話をねさせていただきました。えー、と今日は、ねあのーフッ とねまあ、あまあ僕はまあ何気なしに気に入って使ってたものなんですけどそれがだんだんこう何て言うんですか、えー、人気になってきたというおようなお話ですかね。あのー、まあいろんな作品を革,、ね、革をレザーを使ってですね、えー、作品をですねリリースしてきたりとか、まああのー、オーダーをいただいたりとかしてねそれで、えー、制作させてもらってるでしょ。 えー、その中で,ですね、あのー、いわゆるあのハイレって言われてるね、えー、部分があるじゃないですか。そのあ要は余りっていうかね。けどねあのよ呼ばれるようななんか箇所のって出るでしょ。でまあ僕はあのウィンボンショーだっていうかあのエコエコ <laughs> よく言えばエコエコな <laughs> 感じですね。逆にその僕の個人的にはですねあのー、要はレザーの 隅っこの要はこうねその漏れたところはみ出したところね、そういうはみ出たところの色むらであったりしぼのばらつきであったりそういうところにですねたまらなく魅力を感じましてですねえそれをまああのボビー・アトレーゼなりにあの生かしたいなっていうのがあってもう,もう無駄の無駄のなく無駄なくっていうか。 うん、そこにこそ何かこう何とも言えんこう儚さというかあ味わいというか、うん、感じたんでこのいつもねここにあるこの不死鳥ね不死鳥もそうですねもうあのーまあレザーのパッチワークですよ、ね、今日はタイトルはレザー「革のパッチワーク」でねしてるんですけどもでやっぱこう無駄のないような感じでこう逆にこれをアートにしてですね、えー、かっこよく。 作ろううかなっていうこといこです、ね、まあそれがきっかけでもないんですけどまあ,あまあ、まあ、これ私物なんですけど例えばまあ僕のこのスケッチブックの、まあ、スケッチブックというかまあまあいろいろこうねノートをいろいろ絵をこうなんかいろいろ描いてきたり背中の、まあ、まとめてるなんですけどこういうねあのカバーもですね要はこの、まあ、パッチワークですとかね、うんまあ、パ,パッと出てきたらね うん、こ,うこういうこれもバッファローのーレーザーなんですけどね、えー、なんか色ムラもあってこう,こ,うこういうねなんかこうこういう柄のところもですねあのこのラインはラインでここを消すんじゃなしにこれ残して残して、えー、逆やからやりにくいこで残してただそれがバラバラとならないようにこうあのハンドステッチでですね <laughs> 修復いうわけでもないけどまあこれはもう慣れですけどねあのこう来たらこあの大丈夫やっていうなかなかもうあの感があるんですよちゃんとあのもう目ができてるというかねでもうちょっとこうするだけでももうでもこれでも,もう10年以上ね使われてますけど何らあの遜色もなく、うん、使われてますけどこれも実際同じ革なんですよ実はね。 けど同じ、えー、バッファローの皮使ってもそのミロムラが出たりとかあなんかいろいろねあるからこう脂肪の具合とかもねこのつ具合とか、ね、穴傷がついたりねしてますけどね穴も開いたりそれでもですねなんかこういい感じの,このバランスっていうか絶妙なね、うん、たとそれかねこれあ,のあとこれかな。 まあこれもまあ同じもんですけどもおこれだいぶこれも10年以上使ったけどこれはもうここだけに1本つけてるだけであのあこの穴もこれももう生かそうとねっこの,このね使い物にならんじゃないですか普通は跳ねられるところですけどこれがまたあええ具合でうんでまああのこう,こう,こういうの,あのこんなのトンがまたあええ感じでこれはですねあのもうあのハンドステッチもなしにあのこ,うこうしてるだけなんですけど何もしてないでしょ。それでもあの 全然あのずれ落ちることもなくなななんのあの何の名もなくこの,この四隅のねここのこ,これだけで持ってるんですけどねこの頃縫い合わせてね、うん、そんな感じでまあそのそういう感じでまああの個人、まあ、自分の私物はもうあのめちゃくちゃ量産あるんですね。えーまあ、こ,れこれもパ、まあ、パソソココンンケース こうしまってるものなんですけどでまあ裏はもうこうですよ <laughs>。1枚ね取るにまあれは商品にする場合はねこう1枚ちゃんと取りますしうんあれですけどまあまああのね個人としてはこ,これがまたあのいい感じでいいしあとまあ,まあなんか手帳カバーみたいなのばっかしま, <laughs> まあ手元にパッとあるのがあれなんこれもそうですねえこれはでっかいですけどこのバッファローの。 これも10年以上使ってますけどねあのー、僕のあの歌詞カードとか譜面譜面やね譜面譜面とかね、うん、あのいつも歌詞,歌詞とかねいろいろこ,こ,こはあねうね楽器と一緒にこれは持ち歩いてるあのオリジナル歌も <laughs> まあこういう感じでですねあの、まあ、パッチワークをですね え使ってま,すまあ、多分独特の形のパッチワークですねあの継ぎ目をの割とベラベラっと残したままそれでも外れることもなくということでね、まあ、こういうふうに作品を作り続けてきたわけですねそのああの隙間隙間で。でねあのあの一時期まあ初でちょっとこれを作ってみようかなと思ってこれはまあボリスシリーズですね、まあ、あのワンオフっていうか。 うんまあ、これも今はもうないですけどねこれもあのフランケンシュタインの画像でねあのボリス・カーロフっていうあのお名優俳優っていうかねあの俳優さんの,お、ね、このなんかメイクした姿ですねあのフランケンシュタインの有名な形ですねにちょっとかあのぼ僕の,あのハットをかぶしてみたっていう感じのおですねフォトショップで昔作って <laughs> まあでこんな感じでね。 で,にしてでまあ,あのどうしても同じものって作れないじゃないですかこれ特にこう特にですね。でそれをですね、うん、発表して、えー、34年前かなに発表して、えー、それを、ねね、ネット上でですね結構なんかこうあったんでしょうね僕の,僕の知らないところで結構あの,あの検索されてる方多い と思いますうん、あのー、お問い合わせが来たりとかねあいろいろありましたんでねだいぶ経ってからですけどね、うん、こうちょっとずつこうはあのー、資料り渡っていったんでしょうね。<laughs> で あのー、そこからですね割とこうおなん商品化というかあのオーダーオーダーですけね、えー、それで、えー、制作をおコツコツでねちょっとずつですけどお、ね、させていただくきっかけになりましたね。で、あのーまあ、最初ためらってたのがあるんですよ。やっぱこうどうしてもおなんかほら、あのー 販売するものっていうのはある種均一でないといかんのかなとかああいうあの概念がいろいろねやっぱあるじゃないですかあのー、全部個体差によって全部違うんやけど、うん、それでもおやっぱりねなんかちゃんとしとかなちゃんとしたんやでねいつも。 ねあれにしとかなあ具合悪いかなと思ったんですけどでも逆に掃除じゃなくて、えーね、こういう一ものっていうかあの僕にしかこれ作れませんし、あのー、なんていうのなそういう感覚っていうか一、うんまああのー、個ずつ違ってていいんやと、うん、それをね、あのー、知らせてくれたというか逆に、えー、ね え自分で思ってたこと,となしにはよりもおこうそれを干してくれる方とかそれに反応してくれる方それに共感をしてくれる方「いいやん」ってそういう方のねやっぱり熱,熱を感じてねあやっぱこれでうんまあまあ同じものはもちろん作れないだけどもお自分が普段からねこういう,こう,こう,いうものでねあのこう作ってきたねあの継ぎ当ててきたものねそういうふうなんで。 ねええー、これもね、えー、不祥ですよね。これ <laughs> 僕の中でも,も名作ですね。うん、これはあ今までの作品の中で、えー、群を抜いて <laughs> あの何て言うんですか、楽しかったですね。ま、う、あ、ん、も,もちろん時間もかかったし、まあこれはね、うん、あのすごいいい挑戦をさせていただきました。ねえー、何ですか、もうあの カラフルやでしょその色のバランスから乗りねそのその辺のねバランスとかあと、まあ、ポリシーではないんですけどあの基本的にはその何て言うの,あのこうレザーのですねほんまの,ああの端っこのところっていうか,、えー、っとどこ,なかなこういうね隅のところねこれを自分でこうチョキ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 切ってこういう形になってるわけじゃなくて。 あのー、もともとやっぱこういう減、ね、りというかになってる形をいかに、えー、センスよくセンスよくっても自分で言うてもあの <laughs> 恥ずかしいもんやけどあのこう、ね、いいバランスで、うん、なんか直感的にもうほ,ほぼ直感が働いてるんですけどその時ゾーンに入ってね、うん、もう何も聞こえないというか、うんうん、多分その間って何されてもお痛みも感じないんじゃないかなというぐらいのおん没入力でね、うん、して作ってるんですけどね。 うん、でまああのー、それをまあもとにこう構成して、えー、一つのものになる,なるんですけどねやっぱそれがまああのー、すごく気に入っていただけるっていうか、うん、自分でまあちょきちょきして切,切ったらまあそれなりのねここにこんな形が欲しいなとか言ったら <laughs> それに切ればいいんだけどちょっと違うんだよね,あのね。カットししたとところとあの舐めして このヘりになっているところとやっぱりね違うんよねこれねあのどうしてもこうほらね調整する上でえね髪を切るみたいな感じで多少のこう整える時も若干ありますけど基本的にはあの生のっていうかあの素材のままを生かしてあとはもうそのハンドステッチでですねどうくぐらしたら一番こう。 固定するというかうんやっぱお客さんによってはその「ここにこういうラインも足してください」はもちろんありますそれはそれでえやったりもしますけどねそれも衣装としていうと感じかなそれもありますしうんまあその辺はもう全部こうバランスを見ながらですねうんえさせてもらってますねうんまあまあボビー・アート・レザーで中ではねもうあの得意な部分なんでねここはまあある種 ね、あのー、なんてうやろうなうんまあこんだけ数やっとったら <laughs> なんかこういい、うん、バランスが取れるというか、うん、まあ誰でもできんことはないやろうけどね、うん、まあさけどそういうようなことっていうかあそういう、ね、自分が初めてエコたまたまエコな気持ちになってるというかあ一番そこに何とも言えないこうなんていうのな あの儚さとか輝きというかね、うん、それをね、うん、感じた時にこう作っとあの自分用には作ってたんですけどまあ多少重さも若干ねかさばるわけやから、うん、具合も悪くなりますけどその,あの気心地とかね悪くまあまあそんなことないか、うん、もうあの何もないプレーンと比べたらですよあくまでも。うん あのー、まあハットにしてもね、うん、か軽さもちょ,ちょっとだけちょっとか重なる分だけ増えるじゃないですか。あとはまあ、あのー、やり方によってはまああの先、ー、山とかあ,あとこの間マスクかなこの間、あのー、作ったでしょ、あのー、バッドボリスマスク、あのー、ぐらいに感じで、えー、っと次目もビラビラというところをなくして、えー、こうそこは違う。 こういうい感じでね今現物がないんで <laughs> またネットであのホームページで割と最近なんでご覧いただければ幸いです <laughs>。載で,でまあそういう感じでえーまあレーザーのパッチワークっていうのはねあのまあ本当にだから一点物しかがあのを所有したいとかあそこにあのなんか何とも言えないもちろん既製品とかではもう絶対ないじゃないですか。 うんうん、例えばあの百貨店とかあ、まあ、ネットでやったらちょっとあるかもしれませんけどショップとしてなってるところで言ったらもう僕はあんまり見たことないですね、うん、日本の特に日本のではね、うん。やっぱりそういうねどっちか言ったらこう、まあ、僕らの、まあ、僕の、まあ、ロックテイストっていうかそれはまあ,あのね輪っ枠からはみ出たようなねそういう カルチャーっていうかそれを、まあ、まあ自分なりにはそ,うそれをお何ですか表に、ね、出してるブランドなんでね <laughs> レーザーブランドなんで、えー、まあそれはらしさっていうのがあるんかなと思ったりしますね。うんあのー、ねパッチワークの作品っていうのはまあまあね普通の作品よりも制作時間はかかったり、えー、やっぱりこうねえ あのー、手間も普通の例えばハットさっきのボリスみたいなとか今,今でも進化してバッドボリスね数々作ってますけどバッドボリスとか作るんだたらも特に時間もかかるしあと位相材ね、あのー、どっかにこうなんていうのプレーンなレーザーじゃなしにエキゾチックレーザーのおー混ぜたりとかねそれとか、まあ、さっきのあの彼女のね、えー ね、とかやったら,ほら色,色合いも構成していくからねパーツの部分から、うん、見つけ出してもうその間もアトリエの中がもう <laughs> てんやわんやになってますけどね全部もうバッとね、えー、レザーの細切のれになったのがあもうの隙間で僕はあの制作しますからね。うん、あのだからまあ そ,れはね、その時間っていうのが非常に何とも言えない、えー、パワフルな時間になりますしね、うんえーまあ、そんな感じで、ね、今日はねバッチワークのかっこよさとかそういう魅力をね、えー、ちょっとお伝えしたいなと思って、えー、今日お話しさせていただきましたで、えー、まあ明日も日曜日ねお休みの方もいますしいると思いますし今日も土曜日ね、えー、ゆっくりされてる方もいるね いいると思います、ねえー、これがこのね2020年ね、えー、もうあと23週,週,週間ね,、えーねまあ、僕もずっとねこも、えー、り気味ですけどね、うん、まあそんな感じで制作もさせていただきながらね、まあ、あとちょこちょこブロ,、まあ、ブログをねもう書いたり <laughs> い,いつもと同じルーティンみたいな感じになってますけど。 うん、まあそんな感じでねえー、元気でね、えー、やってますんでね、えー、また、えー、お付き合いいただければなと思いますそれでは、えー、今日も最高の一日をお過ごしくださいボビーでしたあいろいろあかあ、コメントが入ってましたね、えー、あす、坂部さんあこんにちはねあ宮城さんもあこんにちはねね、ねこあ次一回ほら夜にやってみようか <laughs> こんばんはって <laughs> あのコメントって入るんやろうかね <laughs> ねえ ねあのそういえばお昼やからねうんそうふと今今思えたですねこのね今日はあ十二月十二のね、えー、なんかぞろめじゃないですか2020の「ロ二ゼロ一二一二ってなんかね数字でなれる人は面白いよね今日はねうんではまたああねお会いしましょうボビーでしたじゃあねばイ